やほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はストーンズのイミテーションレインという楽曲ですね。こちら、ザ・ファーストテイクでアップされたものになります。早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。結構ジャニーズのアイドル歌声分析してほしいですみたいなことね、コメントでいただくこと多かったんですけど、私が初めてね、ジャニーズで取り扱わせていただくチームになります。で、紅白で私初めて見たんですよ、歌っている姿を。で、その時気になったのがジェシーくんかな。なんかすごいいろんな声を使ってるなっていう方がいらっしゃったので、めちゃくちゃ楽しみです。イミテーションレイン、息できましたね、息で。彼ジェシー君ですよね。はい、いい声。面白いな、彼。ダラダラダーンって最初来て、その後ろ、ダラダラナーンってこういう感じで音をね、こう変える瞬間が出てきましたね。割と最初の方はアクセント立たせめで、ベルスカイ、こういう感じですね。結構立たせるぜっていうとこから声質変わりますね。ビーダー、ここら辺からビーダーさ、ちょっと鼻に入れるような歌い方になります。トゥシャー、ここのシャーの時でも全然入ってますね、鼻にね。What?また色っぽい歌い方をされますね、彼はね。ちょっとね、私も別にそこまで詳しいわけではないんですけど、ビジュアル系バンドの方がバラードを歌う時の声みたいな、ハイドさんみたいな感じ、ラルクアンシエルのハイドさんがバラードを歌ってる時のような、そういう雰囲気がありますね。ダーダーみたいな音圧をワンってこう変える瞬間が出てくるっていうのと、後ろで結構波のでかいビブラートですよね。顔全体で揺らしてるのかな。すごいここ揺れますよね。で、こう割れてゆく、ちょっとこう泣くようなニュアンスも出てきます。柔らかい方だな。はい、ちょっとこれ並んで見れるのめっちゃ面白いですね。これ今全員あの母音されてるんですよね。ジェシー君はちょっと顎が前に出ていくような感じですね。で、このユーゴ君かな、ユーゴ君はこう上の歯がしっかりこう見えるような、歯が全部見えてるような、こういう感じですね。割とこう笑う時もニカーッと歯を見せて笑うような感じなのかしら、彼は。で、田中樹君ですね。彼はあんまり顎が動かないですね。そうですね、下顎があんまり動かないですね、ジュリ君はね。ここもみんな違うぞ、おもろいぞ。ちょっと待って、降り注ぐ、降り注ぐ、うんって感じね。すごい特徴的に歌ってますよね。そうですね。ちょっと気になるのは、この方かな？森本さん？森本慎太郎さん？はい。彼ですね、ちょっと顎の動きが。そうですね。振り注ぐ。ちょっと顎がこういう風にスライドするように動いていく方ですね、歌い方。これちょっと個人で歌あるのかな？ちょっと後ろでも見れるといいんですけど。色っぺー！待って、タイガ先生、色っぽくない？待ってよ。森本慎太郎くんは、までまで全部顎がまでとこういう感じなんですよね。彼もなんかあんまり顎っていうか口を動かさないタイプですね。雨にのあの母音かな。
うん、雨に雨にみたいな感じ、ちょっとおっぽいあみたいな感じからスタートしてますね彼ね。あ、聞こえてるわけじゃないのでなんとなく予想なんですけど、なんかそれぞれの特徴が強いというか、広げて、ここなんだろう、急に発音が、ララ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 、すごいな、色っぽいわね、なんかね、なんか彼独特の世界観がある方ですよね、歌にね。ジェシー君はね、本当にこう一文字一文字がはっきりされてるというかね、ものすごく丁寧に発音される方ですね。めちゃくちゃ聞き取りやすいもん。飛び立つのさ、すごい綺麗だよね。結構歌ってる時の姿勢も個人個人で違いありますよね。皆さん全員で同じ場所を歌ってるようなシーンが多いので、そういうところも見ると面白いかもしれないですね。いいね、降り注ぐ、ここは柔らかく歌うっていう感じなのかな。慎太郎くんのやっぱ顎の動き、スライドされていくのは、彼ちょっとね、顎が小さいんですよ。なので、こう、顎をちょっと前にスライドさせることで、歌いやすくしてるんじゃないかなっていう感じがしますね。この顎のカクカクっていう、このラインあるじゃないですか。ここの角のところと、この目の位置ですね、目頭の位置、ここの位置比べてもらうと、他のメンバーよりも彼前にあるんですよ、少し。そう、こういうところから推測するにという話なんですけれど、で、ちなみにこれあの、よし悪しを言っているわけではなくて、動きには必ず理由があるんですね。それが代償運動なのか、もしくは自分で選択をしている動きなのかっていうところなんですけど、彼のこの動きに関しては、ちょっと代償運動っぽいかなっていう感じがあります。より歌いやすくするためにそういう風に顎をスライドさせて使っているみたいな感じが、おそらく無意識でやってたりとかするんじゃないかな。はい。で、このジュリ君ですね。ジュリ君に関しては、下の唇があまり動かないということで、下の唇ということは下顎ですね。ここの筋肉が結構グッと固められているような、そんな感じに見えますね。この感じもね、なんかタイガくんの特徴が出てるのかな。どういう風に音量調節されてるのかわかんないんですけど、すごいタイガくんの歌い回しっていうのが目立つように聞こえてきますね。Dancing in the rain。 うん、彼もなんか面白い口の動きをされるね。ジュリ君、吐息系ボイスいただきました。ちょっと待って、おー、そうですね。彼ラップ担当なんだ。へー、ちょっと面白いね。おー、このほぼもうささやき声みたいな感じね。Just like everything breaks. しっかり動かさないと発音できないからね。母音がちょっとお母音っぽいのかな、少し深めのトーンを採用されておりますね彼は。 Price of fame, what's to blame? Cut my mind.
こんなに彼の声は制限されてるように聞こえるんだろう。これはね、ちょっと顎の動きと関連してそうなんですけど、何かこう彼はうっと、うってなるような筋肉を多く使う癖があるのかな。Price of frame 結構多く深いところで、発音されているというか、そこを使って発音されているので、母音があんまりイとかエとか明るい音の母音が出てこないんですよね。結構お母音とか、まあ、アボ音でもちょっとおよりのアみたいな感じの母音が多く聞こえてくる感じですね。これは歌詞のせいとかではなくて、彼の母音がちょっとね、お母音とかそっち系に寄っている気がしますね。なるほどね。結構でもこの口の使い方でラップって難しそうだなと思うんですけど。はい、ここですね。はい、今グッてこの口の形わかります？すごいここにグッて入ってるのわかりますかね？力がね。彼やっぱこういう特徴がありますね。結構ここ下側のこの筋肉をグッと力を入れるような、そういう感じ。この唇から顎にかけての筋肉だったりとか、あとは後傾筋という首の筋肉ですね。喉周りの筋肉、ここら辺はがっつり力を入れて、歌われるような、そういう感じに見えますね。わざと音を作るためにそういう風にしているのか、もしくは本人の癖なのかっていうところは、まあちょっとね、本人に聞かないとわからないところなんですけれども、他のね楽曲とかもちょっとまだ聞いてないのでチェックしてみようかなと思います。顎が結構シュッとされてる方なのかな。脂肪の繊維が薄いので筋肉がねこうやって浮き上がってるように見えますよね。面白いですね、こういうのね。いやー、顎ですね、ジェシー君はね。もうなんか私、ストーンズ顎しか見てないんだけど大丈夫そうね。すごいこうね、しゃくれさせるようなニュアンスですね。舌もちょっと出てくるんじゃないかな。そうですね。はい。彼は、そうだな、顎をしゃくれさせるのとともに、音質を少しジリジリした音に変えてますね。スタート結構柔らかく入ったと思うんですよ、今。でーん、これぐらいで入ってますね。See in the rain。 ここら辺から強くなってくる。See、ダンシングの See ぐらいかな。Dancing in the rain。 そうですね。進むにつれてジリジリしていきます。夢を、ここは夢って感じで、最初はね結構閉鎖系の音使ってるんですけど、またすぐをで抜くのかな。夢を求めもってまたウォーの途中ですね。後半のところでジリジリ入れてきます。その時の顎が出ているって感じですね。でーん、すごいね。このビブラートのかけ方めちゃくちゃ特徴的。彼の音は結構こう波のようにね、本当にビブラートもそうなんですけど、すごいこう立体的に撮ってるように聞こえてきますね。In the rain。 レインの後ろで抜くんですね。面白い。なんかこの歌い方はいつもそうなんですか？こういう歌い方なんですかね、彼は。めちゃくちゃ面白いんですけど。なんかジャニーズの先輩方、堂本剛さんとかかな、割とこう色っぽく歌うようなイメージがあったんですけど、堂本剛さんはどっちかっていうと声をね、こう、うってこう詰まらせていくようなそっち系のタイプだった気がするので、その真逆ですよね、彼はね。女性にはね、やっぱなかなか出てこない、男性だからこそ出せる深みみたいな、そういう柔らかくて深い音っていうのを積極的に使いながら、大人っぽく、色っぽく歌ってるっていう感じがしますね。面白いですね、彼のビブラートのかけ方ね。一貫してこう顔をね全体で揺らしながら使うっていうね。同じ母音なのにこの口の形の違いですね。本当に面白いですよ。はい、今手という言葉を言ってますね。エボイン、みんな違う。
これがでも個性ですよね。すごいね、それぞれの音の違いっていうのが現れるんじゃないかな。ジェシー君の場合はこう首がちょっと上に傾いて顎が前に出るような形ですね。少ししゃくれさせるように歌ってるし、でユーゴ君の場合は顔を傾けた状態で顎が上がっているような感じですね。でジュリ君に関してはちょっと頭がね左に傾いた状態ですね。なんか彼もしかしたら正面から見た時に結構顎の位置が違うかもしれないですね。結構上顎と下顎のこのズレがあるかもしれないですね。噛み合わせとかもどうなんだろう、ちょっとそのあたり気になるところなんですけど、まあこれだけね同じエボインを発しているのにこれだけ口の形違うんですよね。歯の隙間も全然違いますよね。ユーゴくんなんてちょっとイっぽいしね。あとはこの顎の動きの違いっていうところ、もちろん声を出す時の姿勢っていうところもかなり大きく声には関わってくるので、そのあたりの違いっていうのをこの一列でね見比べられるのはすごい面白いなと思いますね。いや面白いな、ほんとタイガ先生はずっとタイガ先生なんだよな。いいね、なんかすごい、なんだろう、めちゃくちゃ大人っぽいってか何歳の方ですかっていう、本当に私のなんかこういつも聞いてるジャンルとかではなかなかねいないようなタイプなので、すごい聞いててね、おー珍しいなとかって思っちゃうんですけど、なんか歌い方とかで言うと一番この中で年齢層の高い方にも好かれそうな歌い方をしているというか。なんかポップス系の歌い方ではないよね彼ね。何か昔やってたんですかね。帰るうの時にうっとこう前に出すことで少しジリジリ感が増したような音になってますね、ここ。ここすごいね、なんかこう声優さんとかアナウンサーさんみたいに、なんがーなんがーってこの発音、美濁音ですね、ここをめちゃくちゃしっかり表現されてます。もうなんかほんと何か見えてるよね、ほんとにタイガ先生はね。この背でさ抜いた時超綺麗じゃなかった今。いいですね、ユーゴくんはずーっとこう口がね割とこういう感じなんですよ、ずっとずっとこういう感じで歌われているので、それがまたちょっとキュートなんですけれども。このやっぱソのところですね、顎の使い方もやっぱ違うのですごく意識してしゃくって歌ってるように聞こえます。くれないに染まるまでのふんっていうところをね、もう誰かが入れてるんですよこれ。まあタイガー先生だと思うんですけど。でも自由なグループですね、歌い方とかもなんか個人個人がね割とこう自分の歌い方っていうのをしっかり尊重して歌ってるっていう感じなのかな。ちょっとやっぱ普段私韓国系のアイドルのね歌い方見ることが多いので、そういうグループと比較しても統一感的なところはわざと合わせてないのかなっていうか、わざとバラバラにしてそれが魅力だよねっていうところで押してるのかな。どうなんでしょうか、どうなんでしょうか、すいません。色っぽい、色っぽい、大河先生。そうですね、まあ先ほども言ったように本当にそれぞれがそれぞれのスタイルで歌われてるって感じなので、統一感というよりかはチームの個人個人の顔がしっかりこう見えてくるグループなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。とりわけちょっとタイガ先生はちょっとこういうねこう色っぽい感じの伴奏とかが入ってくるとすごいね本領発揮される方というか光って見えますね、タイガくんはね。でジェシーくんに関してはやっぱ音の音色の多さっていうところと、あとは発音の丁寧さっていうのがすごく光ってたかな。紅白の時もマスカラでしたっけやってたの、はい、なんかすごいいろんな
音を使われるなと思って、ライブなのにすげえなとか思って見てたんですけど、やっぱそういうこう柔軟さのある喉を持っている方っていうところで聞いててね、すごく面白かったです。はい、というところですいません、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。